悪いな、休ませてやりたいところだが、そうも言ってらんねえな。軍がターゲットと接触した。そうだ、ルードたちはそのまま現場に急行してくれ。他の者は一旦本部に帰投だ。ターゲットの現在地だが。一般兵に俺がやれるかってなあ。こっちだ、いたぞ。しつこい奴らだ。当たるかよ。72時間前、我々総務部調査課、通称タークスに神羅の施設から逃走したサンプルの追跡の命が下った。逃走したサンプルは2名の成人男子。1人はかつてソルジャークラスファーストに属していた戦闘のエキスパート。5年前に起きた事件で、私は今回のターゲットである2人の男に関わった。5年前のあの事件さえなければ、彼らの運命が狂うこともなかっただろう。あの男さえいなければ。かつて、英雄とまで言われた最強のソルジャー、セフィロス。